どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。久しぶりのスプラトゥーン実況ということでクルルルルやっていきたいと思います。いやこれ何ヶ月ぶりだ、これ4ヶ月ぶりぐらいじゃないのか。早速いきたいと思います。超久しぶり。私このねスプラトゥーン自体はあんまやってなかったんで、では今回はアンパイレギュラーマッチ、腕前一応 A あったのでアンパイレギュラーマッチから入っていこう。アンパイからなんかせっかく A あったのに B プラスとかに戻りたくないね。はい、ランク37です。37って一応やり込んでますよね、私割と。うん、で発売からもう1年、いや2年、結構経ってますよね。いや1年か、めっちゃ経ってんで、うん、やっぱランク50めっちゃいるのかなとか思ったらそうでもない。普通に24とかいる。うっ、結構強いな、おい強いな、おい。行きたいと思います。さあどこだ、ワンステージ目はどこだ。ボンガラキャンプ場ね。うん、なんかあれでしょ、あれあそこでしょあそこでしょ。行きたいと思います。出発、ついてこい、お前らついてこい。いや俺がついてくる。邪魔邪魔、ここスナイパーいるから、ここチャージャーいるから、私はここから裏を取っていくぞ。よし、裏を取るぞ、裏を。わー、投げちゃった。で今回使用している武器はなんかザップ、私動画内でザップめっちゃ使ってましたけれど、ザップのね新色が出たんですよ。新色が赤ザップ、黒ザップならぬ、なんだこれ、オレンジザップ。ダイオウイカとポイントセンサー、相手の位置が分かるやつ、位置が分かる爆弾なんで。投げる、届かない。よし、あいつ後ろあいつ、うわ、ウィル、うっ、ああ、ダイナモローラーバーンドってなんやねん。4ヶ月やってないから、なんか何も知らんわ、その武器っていう。あ、乗ってくぞ、こうやってこ、おっと、左から台風。うん、ここやだ、あ、爆弾。ここ危ないからもう、私は、敵いんのこれ。敵裏、後ろいんの、上いんのかな、こっちいる、投げとく。味方がやってくれるであろう。他力本願。よし、こっちから後ろ取ってくぞ、後ろ。後ろ取るぞ。ここが怖い、一番怖い。あ、いた、あいしょい、なんか突っ込んだ。よし、ここに乗るっていう戦法ね。ここに乗って隠れる。スプラトゥーン壁が強いからな。私も言うてもね、ランク37っすよ。あ、痛い、あい、突っ込む。おいしょ。おいしょ、あいしょ、オッケーオッケー。待って、逃げる。お、3人いる。よし、行くぞ。ふい、あいた、3人おったで、オレンジジュースって。オレンジジュースやん。水門が閉まる。オッケー。ちょ、ここら辺塗っとこう。僅差で負けた時のあの屈辱ったらありゃしないかな。こう、岩も塗っとく、岩も。塗りたくないけど。よしよし。いいぞ、味方、味方の援助するぞ、俺は。オッケー、オッケー。左めっちゃバッシャンバッシャン来てんね。いたっか、よし、オッケー。うまいんじゃない?4 ヶ月ぶりにしてはうまい。いたぞ、ローラーコロコロ。オッケー、あ、取られた。まあ、ナイスキル。取られたっつって仲間と投げちゃったよ。仲間同士で裏ついてるのしゃあないんだよ。さあ、こっちにいるかな。もうちょっとで代用たまるな。後ろ一人奥いるね。いた、左、痛い、最後やられたし。疲れんなこれ久しぶりだとやっぱ疲れんな。おっしゃ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 、初戦一発目いいね。一発目素晴らしい。相手一人落ちてんのか。それは申し訳ないことしたな、ちょ、若干。あ、急遽1位だよ、今。私のね、俺がもうね、マジで育てたこの一足ガン積み。もう一速度めっちゃ速いですからね。にんまりしちゃいますからね。さあ、2戦目は。どうだ。38、42、50、35。やっぱ強えよな、普通に。普通に強い。普通に中級者レベルが揃ってますよね。なんかこう、ランク5とか来てほしい。そいつが味方だった時でしょ。
時でしょ。うん、なんか今の試合結構一方通行な感じはしましたよ、正直。で、私がなぜ4ヶ月3月にやってなくて、あ、実際3ヶ月だな。うん、3月全然やってなかった。ほんと4ヶ月だな。4ヶ月120日やってなかった理由はですね、忙しすぎた。リアルに、リアル忙しすぎた。今も忙しい、いや今の方が忙しいんですけれど、なんか久しぶりにやりてえなみたいな。そうちょっと久しぶり、長い対戦相手待つの長い。なんかこれ人落ちてんじゃないので、なんか Wii U がなんか販売停止になるらしいっすね。なんかうん、それすげえ悲しいんですけど、正直 Wii U 販売停止ってどういうこと。あ、なんか Wii U の後継機、 Wii U の新しいやつ出るらしいっすね。なんか UZ みたいな、そういうやつ出たらキヨキヨさん買うんですかっていう質問がまだ一個も来てないんで、お答えしません、まだ。質問来たら答えます。さあ、またモンガラやん。またモンガラやん。OK です。行きましょう。おっと、長い。ステージ表示が長いぞ。これ誰か落ちてんじゃね？落ちてない。あ、落ちてねえわ。なんかステージ表示長いとビビりますよね。さあ、連れてこい。一人称視点で実況する、キヨキヨのスプラトゥーン実況。よし、こうちゃん行くぞ、こうちゃん。こうちゃん。よし、投げといて。ほい。で、例のごとく、裏を取りに行くふりをする。で、ちょ、ここ塗る必要あんのこれ。ないっしょ。さあ、ちょ、投げときつつの。オッケー、こいつ。待って、ここで撃つのはバカ。やばい、こい、マーキングつけられた。ほいー。おはようございます、おはようございます。さあ、ここでちょっと見るゲーム。うん、いねえな。ちょっと塗っとく。お、めっちゃ攻め込めてるんじゃん。オッケー。どうする。ここに待機、危ない。 SR 突っ込む。あ、外した。突っ込む。やばい、撃たれてる。あはい、これやだ。一番やっちゃいけないやつ、ダイオウイカで。これやっちゃいけないやつで。ちょ、ここら辺ちゃんと塗っとこ。やっぱどうせ塗んないから、どうせ誰も塗らないオチ知ってる。なんかもうこういうところ塗らないですからね、基本。まあ、これ裏にしとこう。キヨキヨにね、こう攻めをねさせないなんてね、そんな宝の持ち腐れ感ないっすよ。さあ、ちょっとチャージャーいるね。ちょっと味方援助のためにちょっとこう、チャージャーめっちゃ見てんな。ういちょっと、あー、こっち狙っとるやん。うわ、危ない。ザップじゃ届かねえんだよ、あの距離。何もできねえ。どうすりゃいいのこれ。どうすりゃいい。一応塗っとく。おっと、後ろから敵来てんな。おっと、マーキングつけられた。さあ、見た、見てよ。左チャージャー見てるよ。おいしょ、危ない。左チャージャー突っ込む。おいしょい。オッケー。そして大王がゲットした。残り30秒、30ちょいでしょ。ちょ、ここって味方の領地なのに、どんだけ塗られてんの。塗って、ここら辺も塗っとこう。と塗って、ほら、絶対誰も塗んないでしょ、ここ。ちょっと待って、この裏通路もちゃんと塗っとこう。あと16秒しか。おお、誰も塗ってない、いかつい。もうね、みんな切るしかしないから。よし、最後塗り残し、最後染めよう。塗るが命。最後インクぐらい、オッケー。どう、こう、かっ、際どい。あ、余裕だ。よし、待て。え、どっちとも勝った、今回。いや、ちょ、キヨキヨ。ほら、キヨキヨ、今回も一、ほら、2キルしかしてないけど、塗ってる。さっきも、塗って1位だった。
やっぱね、スプラトゥーンなのね、やっぱあれのね、やっぱイカの血が流れてますから、言うても。ね？はい、ということで、じゃあ今日はこの辺にしときますか。ちょっと長々やっちゃったんで。はい、ということで今回は、4ヶ月ぶりにスプラトゥーンやったんですけど、楽しい。単純に楽しい。ちょっとね、やべえ、なんかまたハマっちゃいそうだな、やばいな、ちょっと。この、まあ私ちょくちょくやりつつ、実況動画もちょくちょく出していこうかなと思いますんで、皆さんコメントのほど、高評価のほど、応援のほど、よろしくお願いいたします。ということでご視聴、よろしく。問題です。戦艦ヤマトとシナノは次のうちどれ？どれですかね、考えてください。正解はこちら。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。